はい、こんにちは。ということで、先ほど音楽流してやったらやっぱ著作権に引っかかっちゃったんで、もう一回撮り直そうと思います。ということで、梅雨明けしが終わりました。やばいっす。やっぱ梅雨明けすると綺麗だな。高級感が出る。メタルビルドとか、なんかああいう完成品高級な完成品みたいな質感がたまんねっす。こっちが旧キットです。ハサウェイどきなさい。俺ダブルゼータのね、白の部分この色のバージョン出してほしいんですけど一応プレ版で出た方のダブルゼータは若干緑なんですけど、もうこの色がいいですこの色でダブルゼータを作りたいです。アニメカラーもう完全この色ですからね、ダブルゼータ多分。どうでしょう。ちょっとさっき音楽かけたの失敗したな。なんかもう一回撮り直すとなるとさ、いまいち言葉が出てこないんですよね。まあいいか、ざっくりで。バックエポンシステムも、どうすか、この素人が塗ってもこんな綺麗に塗れて。9ヘッドいいっすよ、これマジで。9ヘッドにしたい人は俺の動画を見てください。つうかもうみんなやってるか。今の人は多分新ヘッドの方が好きなんでしょうね。新ヘッドです。どちら様横から見るとリガズイなんだけど、正面だとどちら様みたいな ということで、もう短めに終わらせようかな。やっぱこの腰の可動があるんで、ちょっとこう S 字な感じに立てるのができますね。首の可動域も結構広いんで、なんですか、こう上下するだけじゃなくてこうスイングするんで、2段になってるから。やば、ビームライフル落ちた。結構前にせり出したり後ろに倒れたりっていう。のができますね。あれ、ビームライフル落っこっちゃったよ。ちょっとこれにアレックスの仮面つくかな。あれ、なんかこの辺じゃなかったっけ今。つかないけど、つかないけどそれっぽくはなる。鉄仮面ということで、俺アレックスどこやったっけな。あ、いた。アレックスも出しましょうか。ちょっと関係ないけど、ダーン、なんかちょっと重い、重ね着がすごいから重い、なんか 50g ぐらいは重いな。もっと重いかな。重ね着の重ね着の重ね着だからね、多分。内部フレームに白いフレームついて、
チョバブママの骨格がついて、チョバブママだから重いということで、レガシーかっこいいなっていうことで以上にしようかな。以上。